こんにちは、まみです。実は私は管理栄養士という資格を持っています。これからスポーツバイクと栄養についての話も徐々にアップしていきたいなと思っています。でまず手始めに県の体づくりのサポートをする企画をしていきたいなと思います。今回は県にあるお願いをしています。では早速呼んでみます。ケン、寒い。皆さんこんにちは、ドドスーツのケンです。今日は何するの？まず何持ってきました？妻の指示でこの体組成計、体組成計を持ってきました。そしてドドスーツに着替えさせられました。これから想定できることといえば、剣の体を測るってことですか？うん、その通りですね。はい、まあ、おそらく太ったよね。心当たりは、なので、これからのことも考えて、スポーツバイクしていく上で体作りをした方がいいんではないかなと思うので、栄養面でサポートしていきたいなと思います。この YouTube を通して、それをお伝えできれば、これから栄養学の知識を皆さんとシェアできたらなっていう、そういうことの1回目の企画が、まず私が実験台になると。そういうことですね。そういうこと。自分の勉強も兼ねてスポーツ栄養のことも学んでいきたいなと。今まではその体の調子が良くないとか、そうそう、もう病気の人とか病気の方とかの、検診で引っかかった、どうしようみたいな人をアドバイスして治していくっていう、治療していく。じゃあこれからはその、なんだろう、スポーツマンの栄養、スポーツバイクの、なんていうの、そうそう、栄養補給、スポーツバイク乗ってる人の、まあ、正しい栄養の取り、栄養補給の仕方とか、じゃあそういった動画を作りたいと、みんな皆さんに、皆さんとシェアしたいと、いう話ですね。そうですね。わかりました。じゃあ早速体重計乗りたいと思います。はい、お願いします。じゃあ設定して乗ります。マミ、表情お願いね。はい、今の記録がこのようになっております。体重は 72.5kg、 体脂肪率が 23.8% で、骨格筋率が 33.8% で、内臓脂肪レベルが8、体年齢なんと38歳です。今私30歳です。1時を向いてください。これが1時向くの？1時？こっち？こっち？こう？あ、そういうこと？1時どっち？え、2時どっち？こう？ちょっと見えてないけど、このどういうこと？1時？え、腹筋が痛い。どういうこと？3時？3時こっち？4時？4時です。もうやめてよ。違う。違う。わからんね。違う。背中を向けた状態。ああ、背中ね。背中から背中これ。6時やん、もう。7時次。さっきのとこ7時。お？そう。ゾゾスーツで測定した結果です。すごい。これがどう変わるかも合わせて見ていきたいと思います。これの前からですね、ちょっと私自分でも太ったことは自覚してまして、まあちょっと痩せたいっていうことで話はしてて、いつも食事とかも、その
栄養バランス取れたものを出してもらってますが、うん、まあ、今回それを動画にしていくと、うん、ことだよね。できる限り。はい。私からなんですけど、実は私今年からなんですけど、レースに、ロードバイクのレースに参戦しようと思ってまして、うん、ヒルクライム、伊吹山ドライブウェイヒルクライム2019ですかね、4月に開催されるやつにエントリーしてまして、ということで皆さん、私もちょっとまだロードバイク始めて1年ちょいのベペなんですけども、4月に伊吹山ドライブ、ドライブウェイ、伊吹山ドライブウェイヒルクライムに参戦しますので、その時にはもうちょっとスリムになってるはず、ね、はずですんで、応援よろしくお願いします。はい、じゃあまず1回目も何も、恥ずかしい、恥ずかしいから、そうそう、もう今更だからちょっとポーズでも決めといた方がいいんじゃない。そういうのいいから。なんでそういうのいいわ。どうぞどうぞ。じゃあ皆さんありがとうございました。今年はありがとうございました。ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。